ビング・クロスビー、ホワイトクリスマスのアナログ10インチ SP、レコード、ホワイトクリスマスが収録されたビング・クロスビーのアルバム、メリークリスマス、ホワイトクリスマスとは、古風なクリスマスの情景の思い出を歌った、アービング・バーリン作詞、作曲のクリスマスソングである。ビング・クロスビーが歌ったバージョンは、歴代で最もよく売れたシングルとされている。バーリンが、いつ、どこでこの歌を作ったかについては、諸説がある。一説では、1940年に、アリゾナ州フェニックスのボルチモアホテルのプールサイドで、作ったとも言われている。バーリンはしばしば徹夜で曲を作ることがあったが、その時は秘書に、すぐペンを取ってこの歌を書き留めてくれ。これまで作った中で、最高の歌ができたぞ。いや、これまで誰も書いたことがないくらい、最高の歌ができたと言ったという。この歌を最初に発表したのは、ビング・クロスビーであり、クロスビーをホストに据えた NBC のラジオ番組、ザ・クラフト・ミュージック・ホールの1941年のクリスマスの放送でこの曲を歌ったが、その際の音源は残っていないとされる。1942年5月29日、クロスビーは、ジョン・スコット・トロッターの楽団、ケンダービー・シンガーズと一緒に、この曲を、デッカレコードで録音し、映画、スイング・ホテルで使用された6曲を集めた、SP 版のアルバムに収められて7月30日に発売された。当初、クロスビーはこの歌について、特に何とも思っていなかった。クロスビーはバーリンに、この曲には何も問題はないよね、アービングと言っただけだったという。はじめのうち、ホワイトクリスマスは、同じ映画からの最初のヒット曲、Be Careful, It's My Heart の影に隠れていた。しかし、1942年10月末には、ホワイトクリスマスが、人気ラジオ番組、Your Hit Parade で、チャートの首位に立ち、そのまま翌年まで首位に止まり続けた。しばしば指摘されることであるが、物憂げな雰囲気と、心地よい華僑の雰囲気が混ざり合った、この曲は、第二次世界大戦下にあった聴き手たちの心に、特に強く響くものであった。米軍放送には、この歌のリクエストが殺到した。1942年中、クロスビーの録音は、ビルボードのポップチャートの首位に11週間立ち続けた。さらに当時のビルボードによる、黒人音楽系チャート、ハーレムヒットパレードにおいても3週にわたって首位に立ち、クロスビーを黒人系チャートに初めて登場させた曲となった。その後、デッカはシングル版を再発売し、1945年と1946年のクリスマスシーズンにもホワイトクリスマスはチャートの首位に立った。つまり、中断を挟んで3度、全米チャートの首位に立った、唯一の曲となったのである。その後もこの曲は、毎年のようにポップチャートに浮上し、ビルボードが1963年から独立した、クリスマスチャートを季節に合わせて掲載するようになるまで、その回数は20回に及んだ。なお、ビルボードのクリスマスチャートでは1969年と1983年のクリスマスシーズンに、クロスビーのホワイトクリスマスはチャートの首位に立っている。ミュージカル映画スイングホテルで用いられていたホワイトクリスマスは1942年のアカデミー歌曲賞を受賞した。映画の中でクロスビーは女優マージョリー・レイノルズとデュエットで歌っているが、歌声はマーサ・ミアーズが吹き替えたものである。今では有名なこの場面は当初の撮影案にはなく、当初は、クロスビーではなく、レイノルズが一人で歌うことになっていた。今日、よく聞かれる、クロスビーの、ホワイトクリスマスは、1942年録音の、ものではない。1947年3月18日、クロスビーは、デッカレコードのスタジオに呼ばれ、この曲を再録音した。1942年録音のマスターは、すでに頻繁に使用され、消耗していた。初録音の音を正確に再現することに意が払われ、再びトロッターの楽団とケンダービーシンガーズがクロスビーの伴奏をした。それでもオーケストレーションには微妙な差異があり、新たにチェレスタとフルートが加えられて、導入部がより明るくなっているところは最もわかりやすい。1947年版、クロスビーのホワイトクリスマスは、ビルボードのポップチャートでは、最高3位を記録した。クロスビーはこの歌の成功への自分の貢献について、否定的な姿勢だったが、その後のキャリアにおいては、この曲とずっと結びつけられることになった。クロスビーが主演した1954年のミュージカル映画、ホワイトクリスマスは、興行的に大成功を収めた。クロスビーのホワイトクリスマスは5000万枚のシングル版売り上げがあるとされ、世界最高とされている。ギネス世界記録は、クロスビー以外のすべてのバージョンを含め、アルバムも含めた、この歌の総売上を1億枚としている。クロスビーのクリスマス曲を集めた、アルバム、メリークリスマスは、最初は、LP 版で1949年に発売されたが、それ以来途切れることなく供給され続けている。しかし、1958年以前の記録については、不備もあるため、公式な世界全体でのシングル版の売り上げでは、クロスビーのホワイトクリスマスは第2位とされている。現在のようにデータが整備されて、以降の最大のヒット曲である、エルトン・ジョンのキャンドル・イン・ザ・ウィンド・ダイアナ元栄光大使妃に捧ぐ、と、いずれの売り上げが大きいかを確定することは不可能とされている。インターネット上のランキングサイト、エランクトは、クロスビーのホワイトクリスマスを歴代クリスマスソングトップ40の首位にランクしている。1999年、米国の公共ラジオ局、ナショナルパブリックラジオは、20世紀にアメリカが生んだ最も重要な音楽作品100曲を選んだ NPR100 の一つに、この歌を選んだ。2002年、アメリカ議会図書館は、その年に、全米録音資料登録簿に追加する、歴史的に重要な50件の録音の一つとして、1942年のクロスビーの初録音を選んだ。1975年4月30日にベトナム戦争の最終局面でサイゴンが陥落する寸前、アメリカ合衆国は自国の政府関係者などを避難、撤退させるフリークエントウィンド作戦を発動するにあたり米軍放送はサイゴン市からアメリカ人関係者の撤退を促す暗号放送としてあらかじめ告知されていた天気予報のメッセージとともにクロスビーのホワイトクリスマスを陥落前日の29日から頻繁に放送した。アービング・バーリンの原曲には歌の本体に入る前の冒頭部分に数小節の短い導入部、いわゆるバースがある。多くの録音ではこの部分は省かれているが、アルバム、クリスマスギフト for you, from Phil Spector で、ダーレン・ラブが歌ったバージョンには入っている。The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway, there's never been such, a day in Beverly Hills, LA but it's December the 24th. And, I am longing to be up north, 原曲から省かれた。バース英国のバンド、キーンのバージョンでも、この導入部が使われているが、歌詞が変えられており、物憂い感じが強められている。The sun's been hiding, the streets are grey, the rain has been falling down, seems everyone wears a frown for Christmas in London town. It reminds me each time I roamed, I am longing to be back home.キーンのバージョンの導入部1944年には、フランク・シナトラがこの曲をカバーし、ビルボードのポップチャートで最高5位を記録している。ドリフターズによる1954年のホワイトクリスマスのカバーは、リードシンガークライド・マクファターとベースのビリー・ピンクニーの多彩な才能を見せつけるものであった。1954年12月には、このレコードは、ビルボード誌の R&B チャートで2位まで上り詰め、その翌年と翌々年にも同じチャートに登場した。発売翌年の1955年、ホワイトクリスマスはドリフターズのシングルとして初めてメインストリームのビルボードホット100チャートに進出し、以降合わせて34曲が彼らによってこのチャートに送り込まれることになった。その後、数十年間、ドリフターズのバージョンはもっぱら黒人音楽系のラジオ局で流されていたが、1990年の映画、ホームアローンで主人公、ケビン少年が洗面台で歌う真似をしながら、父親のアフターシェーブローションを使うシーンに、フィーチャーされたことなどで、1990年代、初めにより、広く取り上げられるようになった。オールディーズ、アダルトコンテンポラリー、トップ40、カントリーなど、様々なフォーマットのラジオ局が、ドリフターズのバージョンをかけるようになり、1994年の映画、サンタクローズにもフィーチャーされた。1964年に発表された、ザ・ビーチ・ボーイズのクリスマスアルバム、ザ・ビーチ・ボーイズ・クリスマスアルバムとその音源に77年に録音された未発表曲等を追加して、1998年に発表されたビーチ・ボーイズ・クリスマスアルバムに収録された。アンディ・ウィリアムス版は、ビルボード誌の1963年のクリスマスシングルチャートで1位となり、1967年には22位となった。このバージョンの B 面には、ザ・クリスマスソングが収録されていた。2006年、トゥイステッド・シスターは、アルバム、A ツイステッド・クリスマスに、ドイツの女性ヘビメタルシンガー、ドロペッシュをフィーチャーし、ドイツ語と英語の歌詞で歌う、ホワイト・クリスマスを収録した。2009年、イタリアのテノール歌手、アンドレア・ボチェッリは、初のクリスマスアルバム、マイ・クリスマスでこの歌を取り上げた。このバージョンは、ポルトガルやハンガリーなどで、チャートに登場した。北アイルランドのバンクバンド、スティッフ・リトル・フィンガーズは、シリーアンコールと称して、他人の曲を演奏する一つとして、ホワイト・クリスマスを取り上げており、1980年の、米国編集アルバム、ハンクスに収録されている。ボーイ・ジョージは、2009年に、この歌をカバーして、デジタルダウンロードのフォーマットでリリースした。1945年から2004年の間に、この曲を収録したアルバムを、ビルボード誌のチャートに送り込んだアーティストの総数は、232人、組に上るとされている。映画、スイングホテルは、戦時中の作品であり、日本公開は戦後占領下の1947年になってからのことだった。アメリカ文化の急速な普及の中で、この歌もクリスマスソングとして、すぐに定着していった。この時点で、米国ではすでに多くの歌手や楽団による、ホワイトクリスマスのレコードがあったため、日本では、ビング・クロスビー版だけが、圧倒的に受け入れられるということはなく、フランク・シナトラなどが歌った版も普及した。ビング・クロスビー版は1952年から1964年の間に日本で200万枚近くを売り上げ、パット・ブーン版は1964年だけで日本で10万枚を売り上げた。ダーク・ダックスは1951年のクリスマスに後の主要メンバー3人があるパーティーでホワイト・クリスマスを合唱したことが結成のきっかけであった。1955年、ダークダックスは、畑照夫のバックで、ホワイトクリスマスを録音している。1950年代以降、多くの日本の歌手がこの歌を取り上げており、クリスマスアルバムに収めたり、シングル版を発売している。例えば、1963年のザ・ピーナッツによるシングルは、現在でも言及されることが多い。1985年時点で日本音楽著作権協会調べによると日本国内では126種のレコード、124種のテープが流通している。同じく日本国内では1984年10月から12月の3ヶ月で全バージョン計で37万9000枚が販売された。山下達郎のクリスマスイブのシングル CD には2曲目として、ホワイトクリスマスが入っており、多重録音による重厚なコーラスが聞かれる。クリスマスイブは1983年以来、何度も再発され、オリコン調べで、累計180万枚以上のセールスを記録しており、山下のホワイトクリスマスは、この曲の日本人による歌唱として、最も数多く普及したものとなっている。テレビドラマ、激走戦隊、カーレンジャーに連動して発表された1996年のアルバム、激走戦隊、カーレンジャーメリークリスマスフロムカーレンジャーには、ドラマに出演した俳優陣によるホワイトクリスマスが収録されている。テレビアニメ、おじゃまじょドレミシリーズから発表された2001年のアルバム、魔法堂のおじゃまじょクリスマスパーティーには、出演した声優陣によるホワイトクリスマスが収録されている。ありがとうございます。